続きまして、18年連続で JRA の重賞化チームを送り続けている黒船の貴重な後継志望馬、父と同じ足毛の馬体、ハクスアメリカーナです。父黒船、母の父サンデーサイレンス、2015年生まれの足毛馬です。通算成績は10戦4勝、2019年の G3 京都金杯の優勝馬です。姉にはビクトリアマイル優勝のホエールキャプチャがいるビューティフルドリーマーを祖とする我が国屈指の名門大はやぶさ系出身です。本馬は2歳11月の京都競馬場芝 1600m 戦で初勝利を挙げると、その後も一貫してマイル路線を歩み続け、3歳シーズン初戦の小節賞で最高峰待機作から後に G1、NHK マイルカップを勝つ K.I. ノーテックなどを相手にメンバー最速の末足を繰り出して優勝しました。続く G3 アーリントンカップでは最後の直線で先に抜け出したインディチャンプをかわしたものの、後のスプリンターズステークス勝ち馬のタワーオブロンドンの強襲を許し0秒1差の2着。しかし後の春秋マイル G1 馬インディチャンプや高松の宮記念勝ち馬のダノンスマッシュには先着しており、トップクラスの競争能力を示しました。次の NHK マイルカップでは直線で不利を受けたこともあって6着でしたが、3歳シーズン最終戦のオープンリゲルステークスでは集団から難なく抜け出して4馬身の差をつけて楽勝しました。そして4歳シーズン初戦の京都金杯で単勝オッズ 2.2 倍の1番人気に支持され、道中前を行く馬たちを射程圏内に置きながら運び、最後の直線で外から力強く差し切るという堂々たるレースぶりで重賞初制覇を果たしました。次走の G2 マイラーズカップで3着となりましたが、レース後に左前足の骨折が判明。マイラーとしての資質が高く評価されていましたが、志半ばでの守護馬入りとなりました。はい、パクスアメリカーナ、ご覧いただければお分かりになるかと思いますが、お尻の筋肉の幅がすごいですね。足も長く軽さもあって、やっぱ黒船サンデーという鉄板の成功パターンの芝馬という感じです。この黒船サンデーサイレンスのパターンからは重賞勝ち馬が多数出ており、芝ダートどちらでも活躍馬が出ております。こちらを参考にすると高相性の繁殖牝馬を見つけ出すことができるはずです。例えば秋華賞馬のキングカメハメハーサンクスタニングローズ、レパーゾステークス勝ち馬の早やっこ、ジャパンカップ勝ち馬ベラーズール、セントライト記念勝ち馬のリオンリオンなど、この、系統との配合は高相性となっております。芝ダートで重賞勝ち馬を多数輩出してきた黒船の貴重な後継馬パクスアメリカーナ、種付け料は受胎確認後の40万円となっております。牝馬誕生の場合もフリーリターン対象となります。ぜひ配合相手にご検討ください。以上、パクスアメリカーナでした。